お谷行き区間快速司会ライダーは1番線から13時30分です。ことに対ね、対面からおさる各駅ともには、区間快速司会ライダーは1番線13時30分です。各駅ともには、お谷行きの普通列車は3番線から13時35分です。お谷行き普通列車は3番線13時35分です。新琴に石野路方面、石狩東別駅普通列車は7番線から13時40分です。石狩東別駅普通列車は7番線、13時40分です。札幌駅列車を乗り換えの際には、駅電光掲示板、放送内にご注意ください。乗り場、変わることがございます。お乗り換えの際には、サイド電光掲示板、放送内でお確かめの上、ご乗車ください。なお、この列車、札幌到着いたしますと、回送列車となり、ドアが閉まります。車内にお忘れ物、なさいませんようご注意ください。お客様がおりますと、回送列車となり、ドアが閉まります。お忘れ物、ございませんようご注意ください。本日は、寝台特急、カシオピアのご利用いただきまして、ありがとうございました。降り口は右側、5番線到着です。